ははい皆さんこんこにちは村長です今日もチャット gpt についててお話をしていきましょう今までは簡単に検索をしたりとかそういうことそして僕は音楽スタジオをやっていますのでそれでどんなふうに使えるかということでコード進行を指南してもらったりとかそういう動画を皆さんにもずっと見せてきましたが最近はプログラムができる もしくはホームページのような HTMLJavaScript こういうのがですね、えー、書けるというのは分かるし YouTube ででもそういうのが徐々に出てきたわけですけれども実際本当に作れるのかそれをやってですねちゃんとインストーラーまで作ってそして皆さんに配布して使ってもらおうとそこにはロゴを入れたりできるように作ったんですけれども そのロゴを皆さんにですね入れ替えてもらってそして自分用のあるものを作ってみようまあ結論から言いましたらあるものというのはちょっと便利な小さいデジタル時計ですよく Windows のガシェットとかにはそういうものもありますけれどもそれが自分専用のものができるこれをやっていきたいと思いますまずどのようにしたらそういうものができるか ということで最近はとっても使いやすいと言われている Python というプログラム言語がありますそれで作るようにしますその Python はインストーラーをダウンロードしてインストールするだけですちょっと設定とかで細かいところがあります挑戦してみてもしできないということがあれば十分1時間内ぐらいのレクチャーでできるようなものですので もしどうしても困るということがあればそういうご相談にも載っていますのでコメント欄とかでやり取りをしましょうでも自分で頑張れる人は頑張ってくださいチャット GPT でこのように聞きます Python で簡単なデジタル時計を 800×500 のウィンドウを開いて作ってくださいとできればその下に 日付も表示でできて背景は黄色がいいですこういういに打っただけですすると答えとしましては Python の標準ライブラリーである TKIN なんとかかいはい僕の知識ってこんなもんなんですプログラムは昔やっていましたがこの数年間は全く手つかずで僕は今ちょうど還暦を先日迎えましてですね ちょっとしばらく忘れてたんですよ。ですから Python というのも初めて今回使いました簡単なデジタル時計を作成することができます以下が 800×500 ピクセルのウィンドウにデジタル時計と日付を表示する Python コードの例です背景色は黄色に設定されていますということでまあ何やらわからんこういう呪文のようなものが出てきました一応こういうコメント業もあってくれるのでね ものすごく親切だしプログラムの勉強にとってもいいですね。インポートというのはライブラリーというサブプログラム、まあ、関数といった方がいいでしょうか。そういうのを呼び込むためにここで宣言をしてですね、そしてウィンドウを 800×500 でこうやってですね、作って、そして何かする。こうやって時計を表示する部分と、なんかわからんけどしまして、 でできるんですねなんかわからんでちょっとごまかしてますがじっくり見れば二十歳の頃からベーシック言語っていうのでプログラムを始めまして、えー、皆さんのよく知ってる会社でしたら大日本印刷とかですね東芝さんのパパママストアで使うチラシを自動で作るソフトそういうのも開発した経緯とかいろいろあるんですけれどもそれは過去の栄光っていうやつでですね もう今は音楽のことを中心にまやっているんですけれども、余計な話はそのぐらいにしまして、じゃあこれで一応できましたということなんで本当に動くか。まあ、Python の使い方自身は皆さんまた勉強してください。ここでこのコードをコピーします。コピーしましてメモ帳を開けます。はいここにこうやって貼り込みます。 ここまでは皆さんわかりますよね。そして保存をします。僕はここにですね、そういう専用のフォルダを作ってまして、Python 練習としてますけれども、ここに保存します。時計ですから t としておきましょう。何歩ほど簡略するんかということですけれども、t.py。Python のスクリプトのファイル形式は py がつきます。 これでですね、保存をしますね。はい、これで保存ができました、まあ、このウィンドウはちょっと隠しておきましょう今画面にあるのは先ほど保存したところですここに tpy ができていますよねここでコマンドプロンプと真っ黒な画面が出てきますそれをちょっと環境構築というので、まあ、単にコピーするだけではダメなんですけれどもここで これをダブルクリックします。はい。たまーにウィンドウを使ってたら、こういうコマンドプロンプトの画面というのがあります。ここでですね、Python と打ちます。t でしたから t.py と。はい。ここまでいいですかこういうふうにしますと、はい。出ましたね。背景が黄色で日付が入っています。でも、 曜日がないですよね曜日も欲しいなと思いませんかでもこういう風にソフトが作れるということですちょっと曜日を変えてみましょう今までのプログラムということならばここをですね編集をするわけですよねでも曜日を出す関数なんていうのは僕も Python に対しては知らないですですからここも全部チ ChatGPT に 聞いてみましょうこういうふうにまずはうまくいったら OK ですと僕は言うことにしておきます。なぜかというとこれでいいですよということを言うためです。日付の横にこここででポイントですこうやるとですね変えるところだけ教えてくれたりするんです。それではででははすすねね初心者の方にはです、ね その部分はどこでどういうふうに変えていいんだとかですね一番最後につけていいんだとかそういうのがわからないですよね。ですからコードは全体でもう一度教えてこういうような聞き方が大事なんです。ご理解いただけましたかこれで聞いてみます。 はいなんやら考えてますよ、はい、さっきのところはね時間がかかったらと思って僕が先に打っておきましたがまあ、こんなスピードで大体考えてくれます。了解ですす以下が日日日付の横に曜日をを日本語表記しし背景を黄色くしますというような、まあ、メッセージも書いてくれてはいこれ今表記していっているのは本当に早送りとかせずにですね チャット GPT が考えててくれてる時間です。だいたい20秒かそれぐらいでしょうかねはいこういう最後のメッセージとかが出てここが Generated Response というふうな画面が出たらこれで一応終わりですはいそうしましたらこのコードをですねコピーしますそして先ほどのメモ帳がありますよねこれに全部選択をしまして 今の新しいのをコントロール V で貼り付け直します。これが新たに作ってくれたやつです。はい、えー、これでですね、ファイルから上書き保存をします。たったこれだけです。もう一度、コマンドプロンプトの画面を出します。同じように、Python t パイっていうのがありますよね、これね。 これをもう一回出すのはコマンドプロンプトでいちいち打つんじゃなくてファンクションキーの3番を押すとこうやってピュッと上と同じで良ければこのように出るんですねいきますよドラドラとラララトリルが欲しいですよねドラムロールってやつですね動画編集で入ってると思いますじゃあ行きますはいできましたウェンズデイ曜日 で出ましたこれちょっとダメですよねでも背景がつきましたねこれ困りますねこれを直してもらいましょうもう一度全体の行動をお願いはいこうしましょうはいよく見ておいてくださいねこのように聞きます はい、「曜日を完全な日本語に表記するのにはソリングスカンツのフォーマット文字列にしないといけません」とかいうふうになっています。以下が修正のコードになりますということですね。嬉しいですね。エラーができても間違っていてもですねこんなふうに聞くだけなんです。もうハマりますよね。 はい、できました。じゃあまたコピーします。そうしましてメモ帳に貼り付けます。そして上書き保存します。はい、もう一度ターミナルを出します。この時ですね、この後ろにないんですね。なぜかというと、この時計が立ち上がっていたらですね、終了していないということなので、こいつを消します。 そうしましたら、ここに入れれるようになりますので、f3 を押して今度やってみます。はいまあ、ちょっと不合格かなって感じですよね。はい、このようにまあ、出ました。こうやってですね。ここから曜日をうまく出るようにですね。してみてください。でも、年月日がちゃんと日本人が見て分かりやすい形式になりました。このように詰めていきながら、僕はちょっと下にですね。 自分のロゴがあったら嬉しいなと思ったんですそこでいろんな改良を重ねていきましてですねそしてここにありますように横長の PNG ファイルを作ってそれを下に貼り付けられないかなというふうに考えていろいろ ChatGPT と打ち合わせをしながら作っていったんですねこれは横が500の 縦が150という画像ファイルです。ですから皆さんもそれを作ってくれてですね、イメージ .png という名前にしてくれるとですね、それがちゃんとできるような仕組みにしています。皆さんの場合はですね、僕の作ったものをインストーラーを使って Windows の方はインストールをしてもらいますので、プログラムファイルズの中に入るんですね。 PC の C ののドラライイブのプログラムファイルズペケ86ですねこの中にもちろんホルダーを変えてもらうことはできるんですけれどもこのように村長時計というねホルダーができるようになっていますこの中にイメージ PNG ほらありますよねこれを皆さんはグラフィックのソフトとかで 作ってて、いいただいてそしてね縁の方はちょっとマージンがいりますよ端いっぱいになるとですね文字が切れたりしますのでこのようなものを作っていただいてこのファイルを入れ替えてもらうとそのようにすると自分の時計ができるようなそういうものを作ったんです実際どんな風になっているかちょっとやってみましょうね。この時計 EXE、 これが実行ファイルです。でもですね、こんなんでは皆さんわかりにくいですので、インストーラーを使ってくれたら他のソフトと同じようにですね、こんな感じのアイコンですね、村長時計というショートカットができています。これを実行してください。どうですか見てください。工夫した点はこうやってマウスで移動ができるということです。そしてちょっとぐらいなら、 サイズをこのように切り詰めることもできますそしてもちろん大きくすることもできますが今のところは文字とかの大きさには対応していません僕は実用的に使おうと思ったのではなく本当にプログラムをチャット GPT で作り上げることができるのかそしてインストーラーを作って一般配布ができるのか そういうのを見ました。で、その一般配布の話ですけれども、このようにブラウザーでですね、皆さんが見る画面はこういう画面です。ここでダウンロードしたい方は、ここでダウンロードをしてもらいます。このようにですね、ドロップボックスの中に入れていますので、 ここにあります、ダウンロードしていただきますとダウンロードホルダーもしくは指定のホルダーにダウンロードができるようになっています皆さんも先ほど言いました改良方法ですねそれで皆さん作ってみてください改良方法についてなんですけれども今ここに示しましたようにどういうふうにしたらカスタマイズができるか皆さんこの画面をですね キャプチャーしたりですねしてもらいながら右側に書いてますようにですね500ピクセルと150ピクセルの画像を作ってですねさっきも言いましたが C のプログラムファイルズの86の中に村長時計というところにあるイメージ PNG を置き換えてくださいということでね詳しく書きましたから皆さんもこのようにですね見ていただいて一度 やってみてみこれがチャット GPT でできるソフトなんだよということでね約3つぐらいのソフトを開発していますし僕は今どんなことを勉強しているかというとチャット GPT に直接アクセスできるような OpenAIAPI というのがありましてその関数を呼ぶとですねなんとなんとチャット GPT と 会話ができるソフトを作れるということで、えー、僕自身ももう AI プログラマーと言っても過言じゃないほどですね、そういうことができるらしいですので、それを考えています。これからは素人がプログラムを組める環境になるんですが、ある程度だけ、まあ1時間、2時間、3時間なのか、まあ覚えの悪い人はそれが何日か、 というのがあると思うんですけれども今まで専門学校に行ってたようなうん百万使ってですね勉強をするというのはまあ徐々にはしていったらいいしもちろんそうできる人とは同じようにはいきません。でも今見ていただいたことは全くごまかしのない事実なんで関心のある人はこういうものにも取り組んではどうでしょうか 自分で家計簿を作るとかそういうようなことも全部チャット GPT が教えてくれてプログラミングができますので皆さんこれからはこういう時代だということを思ってですねいろんなことにチャレンジしてみてください。村長スタジオでした